昨夜、別府市の鶴見岳で火山性地震が発生しました。気象庁は噴火警戒レベルを引き上げる可能性があるとして注意を呼びかけています。昨日午後9時ごろ、別府市の鶴見岳で揺れの大きい地震が2回起きました。震源の深さはおよそ1キロと浅い場所です。この地震により福岡管区気象台は噴火警戒レベルを1から2に引き上げる可能性があるとして今後の情報などに注意するよう呼びかけています。おととしの7月には鶴見岳近くの伽藍岳で火山性地震が多発し、一時噴火警戒レベルが火口周辺への立ち入りを規制する2に引き上げられました。福岡管区気象台は機動調査班4人を現地に派遣し、午前11時から噴気口周辺の温度の確認をするなど調査をしています。